え、初恋って初めての恋だよね。そうですね。小学2年生から6年生まで片思いしてたんだけど、そう、うん、2年生の頃だけ同じクラスだったの、祭り。はい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 。それで、まあ、M くんっていう子だったんだけど、うんうんうん、3,4 回しか喋ったことないのよ。で、それでもすごい好きだったの。字が上手くて、運動ができて、頭も良くて、みたいな感じ、面白くて、みたいな。完璧やん。そう、でも坊主だったんだけどね。でね、でも祭りはもうピュアピュアだったから、はいはい、まず喋れなくて、あーかわいいね。そうそう、全然喋れなくて、うんうんうん、でまあ3年生から6年生までの4年間は、うん、もう全部別のクラスだったの。へえ、悲しい。そうだけど、祭りは結構ストーカー気質があるから隣のクラスとか休み時間毎回、うん、チラッて見に行って そうただ10分休憩とかあるじゃん。はいはいはい。廊下から10分間こうやって見てる。やばいやばい。うん、え、それなんか言われなかったんですか？うん、なんか、え、何してるのみたいな。あ、言われた言われた。え、なんて答えるんですか？見てるのって。なんでもないでーす。あ、なんでもないでーす。って自分の教室に戻って、うん、またちょっとしたら戻ってきてこうやって。うわー、すーごいなそれ。え、もう相手にはもう分かっちゃってるんじゃないですか、それ見てるって。うん、多分ね。あ、なるほど。で、なんかね、一回小学6年生くらいの時にね、その子に放課後待っててって言われたんだけど、ほぉ、うん、まずチキンだったから、なんかビビっちゃって帰った。ええこんなにも頑張ったのに見てたのに、うん、家帰ったね。でも絶対それ告白でしたよね。わかんないわかんないけど、いや絶対そうっすよ。で家帰って次の日に、うん、その N 君の親友から、うん、昨日あいつが伝えたかったことなんだけどさって言われて、おお、いいいいいいって言って逃げちゃった。マジでちょっとモヤモヤしてきた。それがね、初恋のエピソードで、うん、で中学はね、もう別々だったから、はいはいはい。でもそっからはもう向こうがなんか中学入って早々に彼女作ったっていう噂を聞いて諦めたね。なんか悲しい。だからもう逃げ切っちゃったね、はい。